いや、いましたよ、あちらスキャンダル。おお、なんかエンジン飛んでますね。おー、気合が入ったところで、こんにちは。こんにちは。ちょっと改めまして、スキャンダルの皆さんです。イエーイ。ボーカルの春菜です。よろしくお願いします。よいしょい、春菜ちゃん。ギターのまみです。よろしくお願いします。まみちゃん。よろしくお願いします。ドラムのりなです。今年初めての海です。よろしくお願いします。お願いします。よいしょい。お若いですよね。そんなね、若くないですよ。言うても、あ、そう、平均年齢で言うと20、ね、20ぐらいですね。あ、全然21だ。いや、全然若いじゃないですかね。加納さんはちなみにおいくつ？僕、来年30になります。もうね、そうですよ。知らんかった。もっと若いと思う。もっと若いと思う。18ぐらいかと思って。嘘つけよ。春菜ちゃんとまみちゃんのね、愛知県出身なんですよ、お二人は。地元出身、はい、やっぱ地元でできるってやっぱ相当嬉しいんじゃないですか。相当嬉しいです。匂いがまず地元なんです、うん、この今の。なるほどね、愛知県の、まあ、お気に入りのスポットというか、ここ好きだなっていうところありますか？コメダ。コメダ。早っ。コメダのコーヒーのことですか？そうです。ああ、あの、歩いて5分のところになります、家から。前に泊まりに行った時は、絶対にマミの家の近くのコメダに連れて行ってくれて、コメダからの生態っていうのが。コメダからの生態？コルノでライブやってた。まだ二十歳そこそこでしょ？結構動くんですよ。あ、なるほどね、はい。ちなみにですね、加納さんもアーティストとして活動されてるので、はいはい、せっかくですから聞きたいことなんてあったら。ちなみに僕が CD とか出したの知ってます？知ってる。あ、それも出しましたけど、もう狩野英孝で出したの知ってます？知らないの？イケメンパラダイスって曲なんですけど、オリコン初登場149位ですよ。知らないの？え、歌ってください、歌ってください。 Don't cry I, 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 I want you っていう曲なんですけど。ないですね。ない。まあだろうね。俺もこの前ブックオフに行ったら100円で売ってたからね。
分とってもっともっと元気出していってよ。まだまだいけますか。じゃあ次の曲いきます。ドール。綺麗に乾く。